どうもみなさんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも。今日はですね、だいぶやばいねハードベックが入ったんで、それのレビューをねしていこうかなと思います。まあちょっと紹介も兼ねてるんですけど、まあこちらです。はい、ハードベック1980キルダルトンですね。まあ、いわゆる旧キルダルトンってやつですね。新しいキルダルトンはこういうのがあるんですけど、これ新キルダルトンって言うんですけど、これはまあ、あの2010何年だったかが出たやつで、これはこれで美味しいんですが、これはねやばいです。1980年蒸留の2004年ボトリング、まあ、2004年に発売したアドベックなんですけれども、なんとね世界1300本限定ですね。1300本というと、こそロード・オブ・ジャイルズよりも数が少ないです。で、まぁ、アドベック、まぁ、81年のね、だってまぁ、3月ぐらいから閉鎖したんですけど、まぁ、そこから89年まで閉鎖してるんですけど、まぁ、閉鎖直前の原酒っていうことですね。で、80年ヴィンテージの原酒っていうだけでも珍しいですし、しかももっと珍しいのが、閉鎖直前にね、ライトピートの原酒だったりとか、ノンピートの原酒っていうのを、仕込んだんですよね、アドベック。それが使われてるというね。のが、まあ、アドベックの旧キルダルトン1980になります。非常に珍しいです。このアドベックは。いくらとは言わないですけど、すんげー高かったです。過去の仕入れ値の中でも本当にトップクラスに高いアドベックですね。非常に高かったですが、本当にその価値があるアドベックだとは思います。本当に幻のアドベックですね。これを現物が見る機会がもうほぼほぼそうそうないと思います。20年近く前のボトルでもう1300本しか世界にいなかった。ボトルなので、まあね、今残ってるのも相当珍しい、非常にレアなアドベックになってます。そういうのね、まあせっかくなんで飲んでいきましょう。うるさいね、犬が。さすがにね、コルクはもう終わってると思うんで、いやー、開けんのも怖いよね。ね、じゃあアドベック1980、キルダルトン。アドベックの中でも非常に希少価値の高くて、非常にレアで、ほんとササビーとかそういうところで出るようなタイプですよね。ほんと非常に、もうほんとにね、ほんとすごいのよ、これ。すごいアドベックなんですね。お、コルク生きとるや。うん。コルクは生きてますが、亀裂も入ってるんで、新しいのに変えておきましょう。あと5、6回ぐらい開けたら、死んじゃいそうなコルクなんで。じゃあね、早速飲んでいきましょう。よっしゃー。1980アドベックね。よいしょ。じゃあ飲んでいきましょうか。色はね、まあ、かなり、琥珀色に近いゴールドですね。熟成年数で言っても24年熟成なわけなので、まあ、かなりね、熟成感のあるような感じが色からも伝わります。まあ、ほんと琥珀色っていう感じですね。あー、もうこれはめちゃくちゃうまいっすな。変なテンションの上がり方してるわ。はい、もうね、香りがやばい。もうスーパー蜂蜜ですね。うん。まあ、ライトピートなんですけど、アドベック特有のこのちょっとね、なんだろう、このヴィンテージ特有のちょっとこう、ヨードっぽい感じの、ピート感っていうのがね、わずかにやっぱありますし、で、蜂蜜とかバニラの甘さもすごくあるし、ほんとすっきりした、90年代の前半にあるような感じの、ちょっとマスカットっぽいようなフルーツっていうのも結構ね、あったりするんですよ。うん、このちょっとね、土っぽいピート感っていうか、こう70年代のアドベックのね、特徴っていうのもすごいしっかりとありますね。80ヴィンテージアドベック。ね、こう、香り自体はすごいスッキリしてて、でもかつこう、ちょっとこう塩味、この海の塩っぽい感じっていうのはすごく強いですし、ライトピートなんですが、香りの時点では、まあ、めちゃくちゃ強いわけじゃないけど、結構ね、意外とピート感は感じますね。うん、本当にいい香りですね。ええ。これも一生嗅いでられますわ。うん。おぉ。ああ、結構アルコール感しっかりありますね。うん。ああ、うまっ。もうね、爆芽食ってるみたいな感じの、本当に爆芽感がすごいんですよ。もうムギムギしてますね、めちゃくちゃ。もう今のヴィンテージの、今作られてるウイスキーでは絶対に味わえない爆芽感なんですよ。爆芽も品種改良されててね、どんどん違ってきてるんで、あれなんですけど、もう今のウイスキーでは絶対に味わえない爆芽感っていうのが楽しめますね。めちゃくちゃムギムギしてます。で、これカスクストレングスなんですよ。ちなみに度数が、57.6% です。まあ、24年熟成で 57.6% だ。かなりね、結構アルコール感というか、なんていうんですかね、アルコール度数もそこまで落ちてない、アドベックなんですけれども、もう麦の要素と、ほんと蜂蜜とかバニラの要素。で、こう、結構フレッシュな、ちょっとこうマスカットとかに近いような
フレッシュなフルーツ感、柑橘の要素とかもあったりしますし、何よりねピートがねライトピートとは思えないぐらいねすごいしっかりとピート感を感じるんですよね。24年熟成でもかなりねピート効いてます、しっかり。いやーうまいっすねやっぱカスクストレングスだからうまいってのももちろんあるんですけど、もうカスクストレングスじゃなかったらここまでね麦の要素だったりフルーツの要素だったりとか蜂蜜の要素っていうのはね強く出てこないんじゃないかなと思いますしね。いやこれはうまいですわ。もうどのアドベックにもない味をしてますよね。結構実験的なアドベックだと思うんで、これはまあライトピートのねアドベック でしかも80年ヴィンテージでっていう、ね、やっぱもうこれでしか味わえないアドベックなんで、でこのボトルも世界で1300本しかないんですよ。20年前のボトルで約、これは高いわけよこれねピートの感じが今のアドベックとか全然違うんですよ。まあ70年代のアドベックとかも特にそうなんですけど、もう70年代特有のピート感っていうのがねめちゃくちゃしっかりね楽しめるんですよね、このボトル。まあ80年ヴィンテージなんですけど、ピートの感じ方としてはほんと70年代のアドベックの感じすごく近いですね。ただもう面白いもんで、例えばこう79年だったかな、79年からもうフロアモルティングをやめたんですよ。アドベックはもう麦芽を買ってるんですけど、フロアモルティングをやめた後の原種なんですけれども、それでもなんか70年代のねピート感にすごく近いので、まあだからこの当時のピートっていうのがまあこういう味なのかなっていう感じですかね。うん、非常にうまいですね。深みがすごいです、麦芽の。でも本当に本当ね、もうモルトシロップがすごいですね。本当にシロップ甘い、モルトシロップに本当は蜂蜜にみたいな。蜂蜜もね高い蜂蜜の味しますよ。安っぽいスーパーとかで売ってるようなやつじゃなくて、本当自然派のね冷えてたら固まるような蜂蜜のね、あんな感じの蜂蜜感ですね。いやこれはめちゃくちゃうまいですよ。うまいしか言ってないですけどね。本当なんかめちゃくちゃ美味しいウイスキーはね、そんななんかコメント出てこないんですよ。美味しいしか言えないもんですよね。まあご飯だってそうじゃないですか。でもそう思うんですけどね、まあ、本当これはこのヴィンテージでしかやっぱでも味わえない味ですし、なんだろうな、本当もうこのボトルじゃないとね飲めないアドベックの経験だと思うので、非常にうまいです。もう今のアドベックとは全然違います。アドベックの見る目が変わると思います。いい意味でね、いい意味でアドベックってこういう面もあるんだとか、そういうところも知れるかなと思いますし、昔のアドベックってすげえうまいなっていうのをね持ってくれるかなと思います。飲んでみたら、はい、ちょっと高いですが、まあ人生は一回しかないんですからね。はい、人生は一回しかないので、まあこういうのをねちょっと一回飲んでみてもいいんじゃないでしょうかというね、はい、お話でございました。そんなわけでして、アドベックキルダルトン1980、の紹介動画でございました。ね、新年一発目の仕入れがこれでしたからね。はい、今年も頑張っていこうと思います。ではそれでは、ね、この動画面白かったりとかね、参考になったりとかありましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。あと僕 SNS とウイスキー専門コミュニティ10やってますので、ぜひそちらもチェックの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.